こっちすごい寄ってるよ、あなた。うん、本当だ。ああ気持ちいい。こんな気持ちいいことある？見える？うん？見えるの？湖？うん、見えるよ。晴れてる。ああ気持ちよかった。今日雨予報だったのになくなってた。曇りだ。こっち来てみて。うん？こっち？波が穏やかだ。いいね。外出るか。起きるか。気持ちよすぎる。もうちょっと寝ようか。なんで寝んのよ。寝るな。気持ちいい。最高。何この鮮度。最高。随分リラックスしてるね。最高。何時まで寝んのあんた。5時。5時？5時までここにいたい。宣伝キャンプ一応してきてくれ。うん。天井高いね。ツールームの人たちはみんなこんな快適な生活だったのか知らんかったな。うん、これ起きて湖見るか。いや気温もちょうどいいしね。エニワ岳春舞山。へえ、あれは森。これは森。春舞山登ってみたいんだった。あっち、うん、初心者向け。めっちゃ綺麗だよ。そうなの。一回テント登ろうと思って自分で調べる。いいね、登りたいね。登るか。今年の目標、登山する。うん、登山したい。え、綺麗だよね。めちゃくちゃ綺麗じゃん。行きたい。めっちゃ行こうよ。うん、うん、今日も水面がぬるっとしますね。雲の位置が低くない？うん、雲海だ。雲海だわ。カヌーやりたいな。なんかカヌーじゃなくてさ、うん、こういう空気入れて膨らますさ、ビーチベッドみたいなさ。あ、はいはいはい。ダブルベッドみたいなやつ。うん、ここでやったらダメよかな。ダサ。え、プールとかのやつでしょ。そう、でもベッドになってるやつ。あれに2人で寝っ転がってさ、うん、ふわふわ行くの。ダメなのかな。いや別にダメじゃん。いいんじゃない。だってサップとかがやれるわけでしょ。やっても良さそうだけど。穴開いたら終わり。まあそれもあるし、周りの目。また剣は周りの目かい。剣昨日開会式の時恥ずかしがって、なんか
モジモジしてたもん。いやだって近くに結構いたからさ。いや人の目とアルニカへの敬意どっちが大事なわけ。いやと思ってもう一回撮り直したしょ。今ご飯作ろうかなと思ってたら急に雨が来まして、撤収撤収。中入ります。12時からずっと雨？5時までだった。ガチ？ウェザーニュースで見たの？この場所ピンポイントで見た？いや見てない。もう中でやることにしました。皆さん今年のヘマ夫婦雨でも無敵です。そうです。全然雨でもなんかへーって感じ。あ、パスタ茹でるよ、うん、最高なんだけど。雨でも外の景色見ながら、ちょっとした小屋の中に入ってるみたいな、安心感がある。かわいい。初めて買ったけどかわいいな、キャンプに良さそう。すごい小鍋用サイズ、これ。しかも3分なんだ。そう。へえ。早っ。今日はさっぱりトマトとクリームチーズの冷製パスタ、大好き。絶対美味しい。わあ、これめっちゃいいじゃん。やりやすくて。マジで幸せ。どうしよう。どうですか。いい感じ。あ、もうちょっとだね。なんかね、冷製にするならね。何よ。ピスタチオに見える芸人の髪伸びてきたら似てる。いやね、髪切りに行きたいんだけどね。ちょっとやってみて。ね、みんな。あ、いいわ。いい？じゃあ、行ってきます。すいません。いつもいつも。消して。よし。なんか、冷たい。ありがとう、ありがとう。キンキン。手冷たくなるぐらい。本当？ちょっととりあえずじゃあ麺を。なんかつるんとしてる。いやー、冷製パスタにハマっちゃうんだよね。美味しいよね。美味しいよね。それこそオーストラリアに留学してるときさ、ほぼ毎日これ食べてなかった。なんかこれしか食べれるものなかったね。これにドレッシングかけて食べてた。そうそうそう。やばい。ドレッシング安いんだよね。安い安い。1ドルとかでさ。しかも結構豊富だしね、ドレッシング。そうそうそう。種類が、ちょっと一旦これくっつかないようにオリーブオイル入れます。で、ここでですよ。普通ならトマトを切ったりなんだりするんですが、なんと私たち今回荒技に出ました。こちらセブンイレブン道産ミニトマトとクリームチーズのカプレーゼ仕立て。うまそう。これ2つ購入しまして。頭いい。これを入れるとどうなるかわかんないけど、なんか急遽決めたんだよね。そうそうそう。でも暑いから冷製パスタ良くないで、そうそうそう、買い出しした後に決まったね。そうそうそう、で、もうコンビニとかしかないような山道、走ってて、そう、入れるよ。はい。そうで、トマトがないってことに気づいて、クリームチーズもないってことに気づいて、セブン寄ってみたら、こんないいのがあったんだよね。うまそう。これ絶対いい作戦じゃない？ね。で、ちょっと、あ、ごま。へえ。塩とか。あ、ちょっとめんつゆも入れます。いい、ね、和風冷製パスタ。なんか醤油でもいいんだけど、はいはいはい、醤油だと濃いからさ、塩入れます。本当はニンニク合ってる方だけど、ちょっとニンニクチューブ忘れちゃいました。胡椒。いいね、いいね。なんかちょっと具材足りないかなって思ったけど、そんなことないね。意外といい。うん、ちょうどいいね。フランス産ロレーヌ岩塩塩燻製桃生ハム。そのままで食べたいぐらいだよ。セブンに売ってるんだね、こんなに何でもね。2種類あって、ちょっとだけ今日は奮発しちゃったって言っても20円ぐらいだけど見た目が高そうな生ハムって感じ、ね。イタリアンレストランじゃん。
っちゃ海苔ね、うん、がっつり和だね。和洋折衷。なんだっけ折衷。和と洋合わさったこと和洋折衷で。オッケー。はい、完成でーす。名前は何でしょうか。和洋折衷。和洋折衷。あ、ケイトありがとう。ケン、どうもどうも。いつも麺お湯捨て走りがかり。あ、水あるよここに。箸でいい。うん、こんな感じ。熱っ。いただきます。いただきます。お腹すいた。ちょっと混ぜた方がいいかも。うん。うん。うん。爽やか。うんうん。なんかめちゃくちゃうまい。うんうん。うん。うまいね。うまい。やっぱいいんだ。このなんかオリーブオイル系とめんつゆとかって意外と合うんだ。合うね。うん。うん。うん。チーズも合う。うん。手軽でめっちゃいいかも。みんな朝はそんな凝らないよね。これいいんじゃない。うん、うん、ちょっとかける。これ軽く茹でて混ぜただけだもんね。しかもさ、クリームチーズとトマトとバジル入れようと思ったら結構するじゃん。一個一個買ったら金額、うんうんうん、むしろコスパいいかもね。あれ確かに200円ぐらいのなんかあの惣菜セットみたいな、うんうん、バジルだけで200円ぐらいするそうだよね、うんうん、でそんな使わないんだよなみたいな。うんうんうん、あ、ポン酢もいいな。うんうん、なんかあの前回のさ冷やし中華の話したじゃん、うん、その時の動画のコメントめっちゃウケなかった。みんなマヨネーズだったっていう結論うんそうでもない。そんなことない。からしも同じぐらいいたと思う。でも地域によってはマヨ初めて聞きましたみたいな人も結構いて、からし初めて聞きましたの人もいたよね。でもからしはさついてくるもんね。あの冷やしラーメンのさセットみたいなの買ったら冷やし中華の、うん、うんうん、そうだね。冷やしラーメン私時はなんか冷やし中華は冷やしラーメンって呼んじゃうんだよね。でもなんか冷やしラーメンって言うとみんな冷やしたラーメンを想像しちゃうらしくて、うん、ザルラーメンみたいなうんうん、多分冷やし中華が想像できない。冷やしラーメンって言ってもじゃないかな多分。でも、ケンちっちゃい頃から冷やしラーメンって呼んでたんでしょ。呼んでたでしょ。私はね、俺も呼んでたよ、うん、いや、北海道の人呼ぶのかもね。なんか調べたらそう出てきたよね。北海道の人、冷やしラーメンって呼ぶ雨やんだわ。いや、あー快適快適。これにさ、ルピネ重ねてつけたりとかできんのかな。なんかおしゃれアレンジできんじゃない。こっちかな。でもなんかさすがにルピネつけたらさ贅沢すぎるというか、うん、家族とかで。ああそうだね。これならケイトのお母さんもこれんじゃん。うん、ね、うん。ケイト足つけに行ってみっか。うん、あそこに椅子を置いてさ。ああ足水面に。いいね、チャプチャプ、うん、コーヒー飲みながら。いいな。で途中で雨降ってくるっていうパターンじゃん。あ、でも青空広がってるわ。今チャンスかも。ちなみに今日はデイキャンペーン中して、うん、7時まで入れるんでしょう。ちょっと今日はギリギリまでいようかな。まだ午前中だよ。最高だ。あ、もう一回寝るかな。うん、ね、何度なんだろう。死ぬほど暑い。いいの入っていい。ちょっと待って、一回水飲んだけ熱中症になる。ほら、水飲んだ。剣帽子かぶないで大丈夫。あ、でもかぶってるようなもんか。何がかぶってるよ。キノコみたい、俺の髪かぶってるようなもんか。剣、これ憧れてて。おお、冷た。これ海じゃできないよね。波が高いからさ、うん、湖とか川の特権ですな、これは。わあ、最高。ここにスイカ冷やしてさ、やりたくない。いいね。ね、マンゴー持ってくればよかったな、家の。キャンプでマンゴー冷やしてやってる人多分いないと思うけどねちょっとうちは親戚がみんな沖縄にいるので毎年超
特選マンゴーみたいなやつがめっちゃいいやつ届くんだよね。その代わりにメロン夕張とかそうプラノメロンとか送るんだよね、うん、であのマンゴー持ってくればよかったな。あー気持ちいい。片付けるか。撤収何分でできるかやってみる。今中の荷物は取って、荷物はもう取りました。でインナーテントはついてるっていう状態で15分くらいでいけんじゃんかって思わない。インナーテントペグ打ってないからね。ただカチッカチッってつけただけだし。初めてのアルニカ撤収好タイム記録なるか。設営には1時間半かかりました。用意スタート。ここが一番難関ですね。入りそうだし。おお、入った入った。ぴったりぴったりだ。けどペグ拭いた。よいしょ。してよし。で、それを乗せたら最初確認してるから。あ、合ってます。ペグも24本だし。オッケー。けどじゃあ閉めて。え、めっちゃ余裕じゃん。すごい。え、こんなことある。で、はい、タイムがマジです、22分。初回から素晴らしいんじゃん。すごくない。早い。しかも結構丁寧にやったよね。かなり丁寧にやった。うわー、しかも袋にお湯あるから、なんて言うんだろう、無駄に頑張んなくていいっていうか。まあ、でかいけどね。でも、あの快適さを考えたら、全然いいです、はあ、涼しくなってきた。いや、さっきもうマジで熱中症になりかけてたよ。よかった、今ぐらいに片付けて。そうだね。よし、じゃあ帰りますか。もうすっかり5時、夕方5時です。こんなデイキャンギリギリまでいたの初めてじゃん。堪能しました。帰ります。行くぞ、アルル。アルル、これ2人で持たないとマジで腰やるわ。鹿や。あれ、さっき目あった鹿だな、きっと。多分な。見送りか。ありがとな。お邪魔しました。走ってった。帰りソフトクリーム食べようと思ったらありえないぐらいの豪雨で、やばかったね。あんな降るって感じだった。今年1ぐらいだったね、ゲリラ豪雨。諦めてもう家に帰ってきました。アルルが濡れなくて何よりです。いや、今回のキャンプはすごい暑かったね。6月後半でこんな暑くなるっけ。
たまにある、うん、でもあんまそういうのに当たることないけど、ないよね、うん、ビール欲しかった。今日も飲むか。キャンプから帰ってきた日のビールが地味にめちゃくちゃうまいんだよね。わ、うん、かるわかる。お風呂入って乾杯するのがね、刺身とね。ちょっと次回は何のテント使おうかなって、お悩めることもめっちゃ幸せだし、いいねいいね。ちょっとどこに行くかによってこう使い分けれる感じとかも楽しみなので、うん、また次回。次こそは行ったことないキャンプ場に行きたいなと。行けるかな。行けるんじゃない。道東方面とか道南方面とか、まあ、道北でもいいし、うん、本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。ミルルはもう何回目だい。キャンプ 5?例えば、ミルルにかけたのかな、アルル。いや、無意識だった。無意識。